クリス・パインはアメリカ合衆国の俳優。カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ。父はハリウッド俳優のロバート・パインで、母はハリウッド女優のグイン・ギルフォード。彼の母方の祖母はハリウッド女優のアングウィンで、祖父はハリウッド弁護士のマックス・エム・ギルフォード。ウェールズ及びイングランド系の家系であり、またロシア系ユダヤ人の血を引く。 カリフォルニア大学バークレー校で英文学の学士号を取得。大学3年生では英国のリーズ大学で英語を勉強する。その後、サンフランシスコのアメリカンコンサーバトリーシアターで演技を学ぶ。2003年、テレビドラマ ER 緊急救命室でデビュー。同年に落ちた弁護士ニック・フォーリンマイナス CSI マイアミに出演。 2004年、プリティプリンセスに、ロイヤルウェディングで映画デビューし、2005年には、コンフェッション、シックス、フィートアンナーなどのドラマで、ゲスト出演。またショートフィルム、ザ・ブルズにも出演。2006年、ラッキーガール、2007年、スモーキングエース、暗殺者が、一杯に出演。2009年2月に、スター・オブ・トゥモローを受賞。同年公開の、スター・トレックでは、 主演のジェームズ・ティー・カーク役となる。2010年には、ロサンゼルスのマーク・テイパー・フォーラムにて、マーティン・マクドナー作の儀曲、ウィー・トーマス舞台上演にパドレイク役で出演し、ロサンゼルス演劇批評家サークル賞を受賞した。2018年8月10日、パラマウント・ピクチャーズとの間で行われていた、ジェームズ・ティー・カーク役でのスター・トレック、ケルビン・タイムラインシリーズ第4作への、 出演交渉が決立したと報じられた。2012年よりモデルのドミニク・ピークと交際している。2013年4月に破局。2018年4月には女優のアナベル・ウォーリスとの交際が報じられた。ありがとうございます。